どうも、バーチャルサモエド系白髪女子のサモです。今回もフライデーザ13th キラーパズルの続きをやっていきましょう。前回は、ここね2ステージ前半2ステージを、クリアしましたね。次3ステージ目ウィンターキルやっていきましょう。プレイ、新しいの出るかな。出る。フローズンジェイソン、冷凍睡眠から覚めた冷血なる殺人マシン。これでやっていきましょうか。ウィンターワンダーランドは悲劇の記憶。なんか普通に目読でもちょっと読み切れないぐらいの。それはできるか。開けっぱなしだと寒くないかい。んなんだ、引っ張られたぞ。ずいぶん大きい穴来たね。あ、かわいいこのジェイソン。あれらの離れを見て、ジェイソン、あなたは強い子だからあれをひっくり返せるわよ。離れ？どういうこと？こういうこと？ああ、ぐしゃーってラスト。こうこうこうでこういってこうだ。あら、よっと。今何持ってんだ、あれか、スキーのストック。氷結ショック。何、酒の話。どうやって行こうか。こっち行ってこっち行って、そうだな、こうこう、こいつを先に行くとな。そうか、逃がすっていうのもあるんだ。こうだ、オッケー、いいね、最後。はい、君で終わりだ。あらよっと、どういう外れ方をしたんだそれは。よくわからない感じになってる。白氷、風邪ひかないようにね、ジェイソン。ママが面倒を見てあげるからね。わかったまま。ありがとう。これで落ちるのか。はいはい。じゃあ、こっちには行けないから、こっち行くしかないと。これで、キャーでしょ？キャーなんだけど？こいつをどうやって行くんだ？ちょっと待って。でもそうなんだよね。こっち行くしかないんだよね。キャーでしょ？そうだね。無理だよね、これ。無理だね。じゃあ一回戻そう。こう。もうこっち行くしかないんだよね。で、倒れてたからこっちに行けるっていうのはあるんだよ。こうだ。こう。こう。あーるだ。やった。すげえな。逃げるのを見越してんのか。君で。ラストだ。あれ、どう？愛しき。こう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 、あ、こうこう、違うな、違うな、戻ろうか。一回戻そう。こう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 、違う気がするな。違うよね、やっぱり。こう。足りないんだよね。
ここに持ってきたいんだよね。ちょっとマウスカーソル今出てないから何を言ってるかわからないと思うんだけど、左下のところにちょっと持っていきたいなと思っていて、どうしようかな。こうだね。こうか？違うな。こうだ。こう言ってこうで、君で最後だ。あよしょ。本当によくやってるわね。ありがとうございます。光栄です。ランク8アップ。さて何がもらえる？ゴールデン級炎の斧。これは当たりってことか。どうしよう。いいじゃん、ちょうどあったかいやつ。いまわしいスキー客にスノーボーダーとも。どうして私たちをほっといてくれないのかしら。いや、こっちが消しかけてる感がすごいあるんですけどね。違うんですかね。これどうしようか。ちょっと待って、一回戻す。どうしたもんか。これ無理かな。無理っぽいな。無理だな。一回全部戻しますね。こういく。ダメだ。こうで、こうこうこう。こう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 で、こうで、君でラストだ。よいしょ。すでに腕で突き抜いてたよね。あんまりそのここは暖かくて快適だ。じゃあその血濡れた服を脱げばいいじゃないか。ほう、これ簡単じゃない。意外とそうでもなかったね。そうでもないんだね。こうこうで倒す。ダメか。ダメだダメだダメだ。やばい。積んだと積んだと戻しましょう。こう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 で、こいつをやっとく。こうだ。いいね、これ気づけると楽しいね。逃げても遅いんだぜ。あんまり炎が出てる意味を感じられないね。よいしょ。何でもそれするじゃん君。火がついてようが何だろうが変わらないよ。罠だけだらけの室内。本当だね。トロバサミは素敵なアイデアね、坊や。いわいましいスノーボーダーたちも思い知ればね。オッケー、まんま。怖くない？これ俺が食らうのかい？やべえって感じ。トロバサミに死なないだろう、ジェイソンさんは。こっち行けないから、僕たちか。で、あれが処理されたから、こうか。やっぱ、トロバサミチュートリアルだね、僕は。君の最後だ。なんだろう、ちょっと焼けて切れるのかな。あんまり関係なさそうだけど。ドーラバッサミ
こうでしょ、こう、これダメだな、戻そう。こう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 だ。でこうこうで最後のギャル。このたまに長いのは何なんだろう。ホラー映画演出ってこと？うわ、出すなよそれ。なんかくれるかい。次なんだろう。なんか面白いのがいいな。モーションが変わるぐらいのやつ。懐中電灯。まあ持っとくか。カウンターか。カウンターのやつつらいんだよね。うん。どうしよう。これ足りないな。足りないな。一旦足りなかった。こうこうこう。こうこう。で、いけるかな ?1、2、3。足りない、足りないよ。足りない、どうしよう。戻そうか。これはどうすればいけるかな。これが一番早いんだな。ただ関係ないんだ。懐中電灯でもそれできるんだったら何でもありだな。あんま意味ないんだね。冷たく潰して。あれはホットタブ？ホットタブってどれ？ホットタブって何？あ、これダメだ。ホットタブ？ホットタブって何ですか？これはこうか。割と誘導していかないといけない気がするんだけど、どうしたもんか。これ下行っても大丈夫かな。誘導できそうなら他のとこに。どうしよう。こうか。懐中電灯でそれやると地味だな。捨てるんじゃない。え、動いて。ちょっと待って、困るよ。通れなくしておいて、こう回ってこうか。これか。これなのか。どうすりゃいいんだよ。どうすりゃ。こうだ。こうで、こうで。こうだ。オッケーオッケーオッケー。やった。いけたいけた。斬新だね。で、最後のナード。さらにならバイバイ。噛んだね。恐怖の穴。お、ケミンがいいじゃん。あー、穴に入るとアウトだから。へえ、そうだね。難しくなってきたね。こうだ。あいつは落とす。ボスシュートです。
これ大丈夫かな。いや、ダメだよね。ダメだよね。まあ、一回、これで。一回落とすと、ああ、ダメなんだよな。パクられんだもんな。いや、落ちよう。まあ、そういうのもあるよね。こっち行って下に行くとパクられるから、こっちでしょ、まず。で、こうで、さっきはこの下を行ったから、こっち行って、びっくりさせる。で、こっち行くとダメだから、こっちに戻す。で、下に行く。下に。下に行く？こう。いや、うん。なんかダメな気がするけど。これダメでしょ。ダメだよね。ダメだよね。いやー、難しいな。楽しいんだけどね。こう。あれ？あれ？通れるんでしたっけ？おや？あ、目の前に。え？通ってよろしいんでしたっけ？だったら、こういうことができるんですけどね。え？めちゃくちゃ楽に行けましたけど。ちょっと通りますよができるのか。やっと、なんか。そんな感じがするけど、まるでカンパみたいって。カンパなんだろうね。いや、今これ行くとまずい。だからこっち。ダメじゃないか。ダメだなこれ。でもこれ、あ、こっち行けんのか。そっかそっか。いけてないよ。全然いけてない。あ、これで。おお、いけた。こうで、こう。で、いや、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと。ウィンドウ街を掴んでしまった。ちょっとオプションで。何これ？キキまままってのに。あ、それそういう名前なの？ごめんなさいね。ちょっと調整します。ちょっと待って、これか。ごめんなさいね。再開で、こうでいいんだよ。こうでザックザックいくよ。ダメだ、これはダメだ。あいつ残しとかないといけないのか、最初のやつね。最初のやつ残していけるか。いけるな。いける。こうでしょ。こうで。で、逃げるで。トラバサミを処理。で、こっちからこう行く。あらよっしょ。で、戻る。で、最後の大会系を。撲殺戦士、ドクロちゃん。配給が来るんじゃないか。来たね。なんちゅう。さて、次の武器は？ゴールデンがいいな。なんか別に。持ってる。それ持ってる。どうしようか。じゃあ。着込んでるのかしら。風で死ぬか。死ぬか。そういうこともあるか。せっかくなんでこれ持っときましょうか。ドラッグで交換で何？ああ、こういうこと？まあいいや、持ってて。戻る。どうしましょうか。そうだな。
あれを処理しないといけないんだよね。ってことは逃げてもらわないとダメなんだこいつにね。でこれで倒す。ええ、あ、そんなんできんの？あ、開いてるんだ。普通に開いてるわ。これでいいよね。あれ、斧は？使って。虎わさびってそんな強くないだろう。どうしましょうか。一旦切ろ、いやもう続きやりましょうか。多分バッサバサカットしていったらそんなにね長い時間にはならないと思うので。マンハッタンは地獄に落ちた。はい、ジェイソン、ニューヨークって感じ。よくわかんないけどプレイしていこう。ん？ぬめってる、腐ってる、殺してる。ゾンビジェイソン。まあね、ジェイソンシリーズも。クリスタル同窓会クルーズが出航。同窓会。刺さってる。大丈夫か？笑ってる？鳴ってる電話はあの忌々しい人々の気をそらすのよ。電話をくれてやり。こういうこと？ああ、こうこうこう。これで、あ、なるほどね。最後だ。お、なんだこれ。レンチか。ラチェット&クランクかい。船は動いてるのかしら。私はひどく船酔いするのよ、ジェイソン。ごめん、ママ。別に謝ることでもないと思うんだが。こっち見てる？最後、ガキ。倒す。あれ？あ、これ直線方向にしか効かないのか。じゃあ戻そう。こうで、あれ、あ、そうか、こうか。どうしたもんか。うわあ。オッケー、分かった。こうだ。こうで、こうだ。レンチかと思ったら、あれだね。骨だね。え、あれで死んだのか。なんでもそれなんだもん。殺し方。株で。多くなってきたね。ニューヨークにはいつ着くのかしら。もうずっと永久にこの船に乗っているみたい。そうですか。いまいちその感覚は私には分かりませんけども。こう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 。こう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 。で、こいつやって最後のガキ。じゃあの。この動画大体こう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 言ってるばっかりだよ。ごめん、読めなかったわ。まだつかないの？うるさいな。何なんだこれ。このおばちゃんは。とりあえずこう言って。電話を使うのか。で、あいつを呼び出す。呼び出したからどうなんだ。あ、こうか。はいはい。こうで、こうで、こう。最後のオタク。ナードじゃないんだ。オタクなんだ。よいしょ。ただただ痛そう。お、配給の時間だ。ありがとう、ママ。もらっとくよ。11。ランクアップ。さて、何をいただけますか？
丸太を持ったか。桟橋の惨劇。おお、ここはニューヨークな。なんだかおかしな匂いね。ごめんママ。子供の体臭のことについて触れるのはかなり良くないと思うぞ。ママは気遣いというものがないのかな。やっちゃったか。やっちゃったな。戻そう。こうこう。そうなんのか。ああ。どうしよう。どうしよう。これ無理だよね。無理だね。ちょっと待って、戻して。どうしたもんかな。とりあえず、こいつをビビって出せて、で、電話にあいつを誘導。そうなるのか。それは困るよ。ちょっと待って。そうか。呼び出すのを先にしといて。ってするとこうなるんだよね。こうなるんだよね。これはややこしいな。やるやる。でもこれやると一緒に行くんだもんね。これ囲んだらなんかビビって逃げないかな。逃げないか。これ無理か。無理だよね。電話が届かない。でこう行く。こうだ。やっと行けた。めっちゃ迷ったな。ここシンプルな形状のステージの方が難しいね。これ気づく人はすぐ気づくんだろうけどね。なんか見てる人もモヤモヤしてたんだな。もうできるだろうみたいな。気づかなくてごめんね。神器のストリート。バスケかな。猫をいじめちゃダメ？まあそうだよね。そらそうだよ。これいじめてることになんないよね。大丈夫。あ、これダメか。動物愛護法違反って人間はいいのかって話なんだよね。これビビらしちゃダメだから、こっちに追いやっておいて、同じ道をたどってこうか。猫逃がせや。次ストリートの天使か。これでそれでこれがビッグアップル。ビッグアップルって何。ノーママノーママって何。こっちに寄せる。これ数あるやつか。回数指定があるんだったらこうこうこうで。違うな。違うな。こうだ。これだ。えい。あ、ちょっと待って、間違えた。未遂。あ、少ないんだやっぱり。ごめんなさい、スチームのあれが開いちゃった。ちょ、閉じますね。忘れないで猫をいじめちゃダメ。猫いっぱいいるな。2匹もいるのか。困っちゃうな。こいつを処理する。こう。こう。え？無理だろこれ。いや、これ
無理だよな。猫震えてて悪いけど邪魔だな。分かってる、分かってるんだけど。これでいけるか。違う、間違えた。あ、いける、いけるな。こうだ。終わりだぜ。えぐい。とにかくえぐいな。街灯の下の写真、街灯の元かな。電話があるから、どうやっておびき出せばいいのかな。そうだな、こいつを使いたいけど、そうだな、これ一回おびき出す、でこっち行く、殴る。とどめを。トンカーみたいな持ち方してない？そんなことないか。で、こう倒す。で、ここをぐるっと回れるようになった。電話で呼び出す。マッシュって感じで呼び出す。どうすればいいんだ。できない。で、出してこれで追い詰める、でこれでここを封鎖する、で電話をする。聞こえない。でもしなくていいのか。その私が思ったのは、この下のところにスッてね、電話を取ろうとしたけど、ここで詰まると思ってたんですけど、それだといけないんですね、結局ね。今気づきました。まっ、いけたんで、いいとしましょうか。ありがとうございます。ありがたき幸せでございます。12、せめてシルバーあたりのやつがいいな。かぶりは、あ、カマだ、いいね。くたばれ、オールストリート。これ今誰も電話に影響してないね。誰も影響していなくて、いないんだけど、右側のやつを電話の前までは持っていきたい、行きたいとは思っている、思っているが、それ難しいんだね今ね。ちょっととりあえず戻って、初期位置がこれで、こうか、でこうで、こうなんだけど、違うな、両方電話で誘導しないといけないな。一気にやるとまずいか。でもこれ一気じゃないとできないよね。あ、できないこともないのか。はい、じゃあさっきのやつでやってみますよ。これで先にあいつを誘導する。で、で違うな、こう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 で、両方誘導した状態でこいつを踏み台にして、こいつを買って最後のガキを、ちょっとガキかこれ、
おじさんじゃないか。これパズル苦手だと辛いね。もう十分見物したわね。あ、見物なの？旅行してたの？彼はよく分かってないんだけど、こうでこうこう行ってみよう。とりあえずまず適当にね行ってみたいんだけど、これはダメそうな気がするぞ。ダメだねこれね。これ行ってみるか。ダメでしょ。地味、とにかく地味だね。どうしよう、これで、これで違うな、違うな、こっち行かないといけないんだもんね。上の方に行けない。上によって上の方に行かないといけないんだよね。でもこれやったところで、あ、いけるわ、いけましたね。とりあえずやってみるって大事だね。はい、なんとかなりましたね。サンデッキってあれか、船か。どっか暖かいところに向かっているといいけど、暖かいところに向かわせてほしいなら惨劇を繰り返すんじゃないよ。穴を塞ごうか。穴塞がないと猫が逃げてめんどくさいことになりそうだね。電話で呼び出す。で、あ、言っちゃったけど、これいけんの？いけないよね。いけないね。戻そうか。本棚は塞がないと、本棚はっていうか本棚で塞がないと、これ塞いどっか。で電話を受けられないようにしておいて、で穴も塞ぐ。でこう、でこう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 、お、堂々巡りかな。堂々巡りだね。意味ないね。難しい、とにかく難しい。これ下行ってこう行くと猫がはまるんでしょ。あ、はまんない、はまんなかったね、はまんなかったよ。横でなんかやらない限りははまんないな。でもこれは塞いどこうか。塞ぐと必然的にこういうことになるんですけども、どうしたもんかな。だって言って、ああ落ちちゃったね。これいけるか、いけなさそうな。あ、いけるかな。向こうまでいければいけるんだけど、ちょっと待ってくださいな。これぐしゃっていっちゃうと、こうこうこうで、とりあえず向こう行っといて。で電話が使えないんですけど、ちょっと待って、これ下行って穴埋めちゃうとこいつを殺してしか出られなくなって、どうしたもんか。下に行きたいんだけど、いや、それで行けるか。行けるな、行ける行ける。こう言ってこう言って落とす。でこうこうでこいつをやる。で最後のガキが出る。で近くに行くと猫が逃げる。逃げないんだね。どうしよっかな。これはあと心配だね。で、こうで電話に怯えてる。
けるじゃん。じゃあこれで。猫は電話の音に怯えるのか。その辺も説明しろよ。ニューヨークに行ったのにまるでずっとバカな船を乗ってるみたいな気がするわ。さてと、これはどうしましょうかね。猫がいるからな。猫を遠ざける。電話かけると猫が遠ざかって多分トラバサミに当たるんだよね。これは違うな。こう言って、こう言ったら猫が怯えない。怯えない。一回かけてみるか。やっぱそうなるよね。一回やってみるかの精神って大事だね。さあさあさあと、どうするか。どっちを、とりあえずこっち行ってみる。で、二人とも寄ってくんの？あ、そうか。ここにいたのか。で、走ってきて。走ってきたから。猫をね、とりあえず、どうにかしたいんだけど。これ関係ないか。うん。ぐしゃってやるとどうなる？反応なしか、船長とかは。で、これ電話しちゃうとダメだから、ちょっと戻して。こう、こう、こうで、ね、ここ猫当たるから、で、ダメで。また、また。また設定が落ちたよ、もう。当たるんだよ。まあね、フルスクリーンでやればいいだけの話なんですけど。再開。なった。あ、そうか。2回。そっか、できるか。こう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 。ダメだな。ちょっと待って。戻して。とりあえず、あー！いいところまでは行ってると思うんですよね。こうでしょう。だってこいつをここに持ってこないと、このなんかひ弱なサラリーマンみたいなやつが動かないので、で、こいつを踏み台にして鳴らさないようにする。で、こいつを、違う。コントロール Z で戻ろうとしてしまった。あっ、え、どうしよう。違うな。猫をちょっとどかさないといけないのかな。まずこうこうこうで猫をこっちに持っていく。で電話を鳴らして、こうでサラリーマンを向こうにやる。で、こうを、こうを、で、向こうが開いた、あそこには行くことはできる。こいつを罠にはめる、お前が、最後だ。めっちゃ震えてるけど、そりゃそうだよね。なんでちょっとコミカルなんだよ。いや、難しかった。ビーチにビキニに美女の姫、ラストリゾート、なんか B 級映画っぽいな。はい、ということで2ステージ終わりましたね。収録時間が1時間を超えましたね。はい、カットしたらどれぐらいなんでしょうか、ちょっと分かりませんけど、一旦これにてね、終わりたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。